山奥でバッタしかおらんとこでライブしたんですよ。だからこう一曲歌ってて人間おるってええなと思って人間おるし、しかも昨日大雨やったんですよ。そうで屋根なしのところでライブしてたんで、びっしゃびしゃになったんですね。そうですね。え、今日は床抜けへんか、大丈夫大丈夫。昨日さ、あのほんまにマリオの土管みたいにスポーンって落ちてステージ急に穴開いてね、まあ、でもこうやっていろんな試練を乗り越えてこその絶句ですからね。そうね、はい、穴の一つや二つ3年もアイドルやっとったらありますよ。あれ落ちることありますよ。普通はあれへんねんけど、その穴を乗り越えて、絶句立った時に最高の景色が見えると思ってる。よし、今日も頑張っていこう頑張っていこう頑張っていこう、まあ、なるだけ落ちるようにしよう。それはそう、ということで皆さん今日初めての方も多いと思いますので、はい、ここにおる全員がわちゃちゃの11月9日のファイナル、ゼップ新宿行きたいなと思ってもらえるように頑張っていきたいと思います。楽しんでいきましょう。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。わかったわかった。じゃあ次はもう高橋のヤグ、高橋ヤグラは聞き飽きたって思わせるぐらいヤグラの名前よもさだろうだな。せやな、うん、次行こう。聞いてください、ゼップ舞台で愛の言葉は聞き飽きた。聞き飽きたな。One, one, 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 one,
2番サビ終わりに三三の7拍子で埋めたい埋めたいみんなで絶句埋めたいっていう儀式をですね、やっていこうかなと思うんですけども一回練習しようか、うん、練習していいですか。いいですか。埋めたい埋めたいみんなで絶句埋めたいですよ、うん、いっせーので、埋めたい埋めたいみんなで絶句埋めたい